このお時間は有限会社アペオギ研技術顧問森重俊様にお話をしていただきます。では森様よろしくお願いいたします。どうもこんにちは、有限会社アペオギ研森と申します。よいしょ。私どもの会社からはですね、ハイブリッドシームレス三次元測量というテーマとプラスアルファしてですね、UAV グリーンレーザーを含めてですね、ちょっと現場サイト側で課題になっていることを、ちょっと泥臭い話になるんですけど、それをお話しさせていただければと思っております。でまずどこの馬の骨だって、この中でアペオギ研知ってますっていう会社とか少ないと思いますので、アペオギ研っていう会社の紹介とともに、まず私の紹介で改めまして森と申します。昭和38年生まれで60歳超えていたしまいました。19歳から測量を始めて、かれこれ40年ですね。でそのうちに30年はそこでやってみる方なら分かる地理院の基本測量とかそういうものをやらせていただいておったんですけど、10年ぐらい前にですね、今会社紹介しておりますアペオギ研という会社に入りまして、そこから初めてUAV 関連の航空測量をもう右も左も分からないままやり始めたという、経歴というか経歴になっています。で私の趣味、スキーです。12月から5月ぐらいまで半年間ぐらい、土木業界の人間としてはおいって言われるレベルですけれど、有給使って平日にスキー行ってます。そういうスタイルの、遊び方もありかなということで、今年は、皆さんご存知の通り暖冬で年8回行ったかな、8回ぐらいしか行けてないです。目指しているのは 10回コンスタントなんですけれど、ね、ですから、今年の冬は10回狙っていきたいと思ってます。で会社紹介の方です。会社紹介の方は改めまして有限会社アペオギ研と申します。有限というからにはですね、ちょっと古いのっていう感じなんですけれど、これで平成5年の創業ですから今で26期ですかね。26年やらせていただいて、純粋に測量会社で、受注体系としてはもう一次下請け二次下請けです。直接受給は正直言ってあえてしてません。というのはですね、今ここに映ってる UAV グリーンレーザー、マルチソナー、それから地上スキャナー含めて全部所有してまして、その自己所有したもので測量作業の3次元の部分を特化してお手伝いさせていただければっていうスタンスでやらせていただいてます。でアペオの評価なんですけれど、どこの会社さんもアペオは高いねって言われますで高いねって言われるんですけど、もう一つありがたい評価いただいているのは、アペオって安心だよねって言われます。つまり企画計画の段階からいわゆる電子納品系のとこまで全て一緒にやらせていただくというスタンスでやらせていただいてます。で本題に入ります。ハイブリッドシームレス三次元測量ということなんですけれど、造語です。ハイブリッドはトヨタ自動車さんでバンバン出てますから、これは紐解くとですね、異なる機種によるという意味だそうです。車に特化しとる話ではないんですね。でシームレスっていうのは、つなぎ目のない、でそれを点群する。で何を言ってるかというと、先ほど写真で見ていただいたような3次元を構成するものの点群を集合して一つのデータ化しようじゃないかと。まあ、3次元やっとるものにとっては当たり前じゃんって言われるような話なのかもしれません。で一つのアイテムが UAV のグリーンレーザー、我が社としてもこれが基礎ベースになってますので、3次元計測の要ですね。点群を取った内容の中の一番、主体となるところがグリーンレーザーです。
で、我が社が撮ってるところの写真ビデオをいろいろちょっとつなぎ合わせてみました。最初の頃 の, 説明あの画像の動画の説明がちょっと遅れましたが、アビウスさんとの付き合いはアビウスさんがレーザーを出したところから付き合わせていただいてます。ですから、UAV の歴史は我が社では8年ぐらい前から飛ばしております。次ですね、実はですね、我が社のアペオギ県のですね、3次元の歴史は実はUAV から始まってるんですよ。普通の会社さんはおそらく地上スキャナーからこう入ってってっていうところだと思いますけど、いきなり UAV から入りました。で、 UAV の写真測量からレッドレーザー系、ニアレーザー系をやって、今現在グリーンレーザーに到達してるっていうことで、グリーンレーザーだけでは、ご存知の通り、例えばダムの深いところを測る、水深20メーターもあるよっていうところはいくらでもちょっとって話なので、ではそうするとマルチソナービーム、こういうものを導入しないとやっぱりお客様のニーズに合わないよねと、というようなところで、2つ目がマルチビームソナーを導入してます。で、それの間にですね、スラムライダーですね、仕事の職種が山を計測して地形化してくださいっていう仕事が、最近はもう水系の水部、海岸べりとかですね、仕事も非常に増えてきてるんですけれど、当初それが多かったもんですから、どうしても、高高度の100メーターのところから飛ばしてレーザーが到達しないっていうところがどうしても出てくるもんですから、次に導入したのが、間に導入したのがスラムライダーで、これもですね、スラムライダーは今最近は GPS が GNSS が頭についたタイプのものがポピュラーになって出てますけど、最初のものは相似変換のスキャダーがついたものだけしかリリースされてなかったものですから、どうやってこの位置合わせ、そもそも自己位置どうするかって話になるんですけど、これは頭に GNS ついてますね。というものの中で、計測したてきた点群を我が社の目的が、グリーンレーザーの保管だったものですから、グリーンレーザーの点群ありきでそこにはめ込むっていうような、行為をしてました。で、このような、3次元点群を計測できる機械を、点群自体はそこそこできるもんですから、それをガチャンとして作るっていうことがもう普通だよねっていうようなところで、ハイブリッドなんていうかっこのいい言葉をちょっと使わせていただいてご提案させていただきたいという、ことです。でですね、セミナーの資料を大当てで作ってたんですけど、で、これはもうアビンさんの UAV グリーンいいよねって話になってしまうので、よいしょって話なんですけれど、考えてみたらもうグリーンレーザーの段階でですね、地上部も、水分も水の中も取れるっていう機種、測量でですね、今までの測量の歴史の中で上も下も取れるよねって符合した形の計測自体がなかったんですね。って考えると UAV グリーンレーザーっていうのは非常に特化してて、で、後の話も出るんですけど、グリーンレーザーって飛ばした後に水取った後にレッドレーザーで地上取らなくちゃいけないよねとかいう話があったりするんですけど、そんなことはないです。グリーンレーザー1回で林間部、市街地部はあんまり飛ばしませんけど、建物が建ってるところ、海岸べり、水際、まで一気に観測してしまえる、そういう機会があるのかっていうのがですね、出てるっていうのがなかなかすごいな、いいな、利用価値あるなって思います。もう極めて素晴らしいですね。ということで、さてここからはアペオキ県森の本題になります。UAV グリーンレーザーの悪口を言います。
実はですね、セミナー資料によって悪口って書いてですね、会社にこれでセミナーやりますよって言ったら社長からストップかかりました悪口はダメだろう、うん、でインパクト性で悪口って言ったんですけれど、弱みをちょっと話しさせていただこうかなと思ってて、 UAV 系のレーザー、朝寒さに弱いです。でうちはですね、まだアミューさんの中でも、3ですね、ティートグリーンの3ですよ、1世代前なんで今はだいぶ改善されたんですけど、今はゴールデンウィークで5月ですね、6月から9月まで皆さんもご存知と猛暑日に入るわけなんですけれど、大体ですね、気温が33度ぐらいまで行っちゃうと、もうドローンですからね、飛ばすことは可能なんですけれど、飛ばしただけ、うん、レーザーの波長は出てるけど、もう波長自体がもうフラフラ弱々になってしまって地面まで到達しない、到達したとしても測量ですからね、あくまでそれは品質精度を出さなくちゃいけない、3次元天群ができればいいって話ではないので、天群のその、精度に関してはちょっと弱々になってしまう、うん、ですからうちもご依頼が来てですね、ちょうど4月執行で業務発注されて6月ぐらいって言ったら、さあ測量やろうかっていう時期になってくるんですけど、6月ぐらいになると、んーちょっとなんとか時期伸ばせませんかっていうような話をですねさせていただくのがなかなか、うん、うちもねやりたいんですよ、ですけど9月ぐらいに待てにしませんかっていうような話がちょっとあるぐらい、ちょっと熱には弱いです。うん、あとですね、アミューズの、グリーンレーザー極めてちょっと優秀だと思うんですけれど、私どもの会社で水の、ダクトを通り越して抜いた水深の深さは最大8メーターです。でポピュラー的に言うとだいたい 2,3 メーターぐらい、思ったより抜けねえなと思いますけど、 2,3 メーターのところって人間いけないのでで、うん、そのくらいの領域 で実はですね、このセミナー3日目なんですけど、昨日やった方にありがたいお答えで、森さんのセミナー面白かったよって言われたんですけど、そこが鹿児島のグリーンレーザーを持ってる見える会社で、そこの会社はなんと20メーター抜いたそうです、うん、ですからここに書いてあるように、水が濁ってる状態によって本当に何て言うんですか、どこまでやれるのかわからないっていう、ちょっとそういうですね、ちょっと難しさはあります。あと場所選びがむずいって言ってるのはですね、結構即時性があるので何とか明日やれないかっていうような話あるんですけど、やっぱり航空法の規制だとか市街地のところですとか、国会議事堂の云々の話はそこからおそらくドローンが始まってると思うんですけど、国会議事堂の上を明日飛ばしてくださいって言っても正直言って無理ですっていう話になる、そういうことですね。あとですね、運ぶの大変って書いてますけど、機体小さいのでこれ単体で持っていく分にはそんな大したことないんですよ。なんですけど、補足するバッテリーがどうの、風量を測る機械がどうのって持っていくと結構ね、一人二人じゃやれませんってことですね。あと先ほど言った話に重複しますけど、やっぱり、ダクトによりますので、深ければ測れねえっていうのは確かにあります。現場状況をしっかり把握しないとダメですよねって話ですね、うん、次にですね、ナローマルチビームですね、うん、ナローマルチビームは、先ほどちらっとちょっと紹介しました水の深さを測る機械で、グリーンレーザーが光で測っているに対して、ナローマルチビームは一般的には音ですね、音を水の底に当てて測っているという機械なんですけれど、うちがですね、黄色の機体、本体は実は後ろのあそこにありますので見ていただくと本体の大きさっていうのを把握させていただけると思うんですけど、1メーター50何種ぐらいあるんですよ。でバッテリーを3本かなで導入すると本体の重量が60キロいきます。もうちょっと2人で運ぶのちょっと大変で、イメージしていただくと分かるんですけど、海岸べりをこう下ろすなんていうのに投げ捨てるような状態になっちゃうんですよね。砂浜を歩いて持っていく分にはいいんですけれど、ちょっと60キロを持っていくのに、操作に関しては1人2人でできるんですけれど、搬入するのに4人5人いるよっていうのがちょっとネックですね。で次に誰が拾いに行くのって書いてありますけど、UAV もそうですけど、ほとんどの機械がバッテリー構造ですね。
あそこの船の位置でバッテリー切れてしまったら誰が拾いに行くねんっていう話です。ですから実態はですね、リモコンボード1台で十分測量はできるんですけれど、船外機用意してます。で、船を用意してて何かトラブルがあった時には行けるとか、まあ、経験あるんですけど、川の中で測っててこちらから操作してて対岸に行った、ただ対岸で水の中に木の枝があって引っかかっちゃったとか対岸までどうやって行くねんっていうようなところで、誰が拾いに行くの。あとですね、設定の難しさって書いたんですけど、アピオ圏としてはグリーンレーザーから始まってますんで、次マルチだよってなった時にこういうと、UAV 系の計測やってる人は非常に怒られるかもしれませんけれど、 UAV っていうのはね、例えば1メーターから1メーターのところ飛ぶのに直線運動をある程度してるんですけれど、この水に浮かべる計測っていうのは波の上で測ってるんですね。自然の波の軌道っていうのがそのデータにね、水深の深さに単純に入ってくるので、だからそういうところまで考えるっていう点では、もしかするとドローンよりも空中ドローンよりも難しいのかもしれないなっていうところが、品質精度を担保するのにっていうところがあります。あと電波が取れん、これまで UAV のドローンの方と対比するといいんですけど、ドローンの方は GPS で事故位置、水平地点、座標を確定してますけれど、上空障害ないんですよ。なんですけどマルチは渓谷の中でやったりダム湖の中でやったりする。そうすると GPS 取れないんですよ、そうすると下手すると例えば RTK なんかでやった場合には、例えば VRS とかでやった場合、電子基準点でやったような場合、そうするとそもそも通信できんよねって話になってしまう、ですから電波取れんければ次の方法を考えなくちゃいけない。次の方法あるんですよ、ありますけれど簡単じゃないよね。で、色がわからんっていうのは水の中です。結構天群きれいに、ああすごいよねっていう天群いっぱい見られてると思うんですけど、水の中の天群っていうのはもう黒一色なんで、で、あと浅ければ測れない。だいたいメーカースペック的には 0.8 から80メーターぐらいの水深が測れるよねっていうことなんですけど、やっぱりね、安全考えるとデータの品質と安全考えるとやっぱり2メーターから3メーターぐらい欲しいんですね、水深が。あと浅いと、実態的ではこう放射状に進行しながら測ってるので、浅いともう測る回数がどんどん増えていってしまう。次にスラムの方ですね、スラムの方は、窓辺って書いてありますけれど、頭に GPS がついた機械ですと事故位置確定がしっかりしてるでいいんですけれど、こうね、相似変換法でやっていくとどうしても不特定の誤差が累積されるという傾向があります。で、その、傾向が例えば20センチ30センチ違ってもいいよっていう話でしたらいいんですけど、どうしても5センチ以内に抑えめたいなっていう話になると、これも同じなんですけど、やる位置が特定がで、背中に背負ってやるパターンが非常に多いので、このような絵です。これ下にはしごから登ってきてる人間なんですけど、渓流のですね、落差溝があるところを全部こうスラムで撮るっていうことをやったんですけれど、もう正直言ってね、これを水平に固定して歩くっていうのが極めて大変っていう状態に陥ります。あと地上レーザースキャナーですね、あんたが邪魔って書いてあります。あんたが邪魔っていうのはもう、360度回転させて計測できますよ、撮ってる人間が一番邪魔なんですよ。だから撮ってる人間逃げなきゃいけないですというのはちょっと半分冗談ですね。じゃなくて、例えば目の前にですね、これは市街地にある電灯ですかがあるんですけど、目の前に5センチぐらいですかね、標識のパイプ1本あっただけでもうイメージしてもらえば分かるんですけど、その後ろは放射状で取れなくなるんですよ。もう当たり前のことですね。これ地上スキャナーがレントゲン機能がつかない限りまず無理だと思うんですけれど、で
やっぱり計測の範囲がですね、本当に置く位置がすごく重要になってきます、うん、で結論づけると結局なんだ回数かよっていうような観測の回数になりますですね。だからこそハイブリッドシームレスなんてかっこいい言い方してますけど、これそれぞれの計測のですね、もうメリットデメリットは普通にあって当たり前ですので、それの特性を全部生かしてガチンコしてデータを作りませんかっていうのがですね、アペオからの、ご提案であり、でアペオの強みですけれど、全部持ってますだから現場に合わせてやらせていただくことが可能なんでってことですね、うん、ただこの発想に関しては普通になってくるんでしょうねっていうのはあります。よいしょ。じゃあですね、実態ですね、ハイブリッドシームレスの融合の実例ということで、よいしょ、ちょっと2分ぐらいのビデオですけれど映ってますね。見ていただく、要はですね、マダの由来がですね、うち地形測レアなんで地形図の生成が非常に多いです。3つの色に分けてますけど、それぞれの、機材で計測しました。で、まあ、2次元の、平面図を最終的に構成するのに、まず一番第一は、UAV、これグリーンレーザー、場所はですね、真ん中にあるのが橋です。ダム湖なんですけど池なんですね、池の上に橋がかかってまして、橋の付け替えをしたいっていうのが、授業目です。そうすると、あえて見せてますけど UAV グリーンレーザーで上から撮っただけでは橋がペラッペラですねっていう、まあ、当たり前の話で、例えば斜め打ちとかすれば普通に撮れるんですが、そこに対岸から地上スケーラー回しました。ここでおーっていうため息とか簡単な声が出るのをちょっと期待しとったんですけれど、そうすると横打ちした地上レーザーを足し合わせることによって、そもそも橋の付け替えですから、現場の橋どうなってる、これ撤去しなくちゃいけないって話になるので、そういうような構造がどうなってるかっていうことをですね、足し合わせてご提供させていただく。次にマルチビール、今度の新しい橋が一体真ん中の橋台が何本になるのかちょっとわからないんですけど、おそらく1本ぐらいでしょうかね。そうすると当たり前なんですけど、ちょっと止めましょう、ですけど、推進も重ね合わせてデータ化してほしいよねっていうような、まあご依頼内容はそうですね、でちょっと一旦ビデオ止めたんですけれど、じゃあこれが、利活用の点でもう普通にポピュラーに見れてる断面化どうなってるのっていうことで、断面化を見せたいんですけれど、赤が、UAV グリーンレーザー、緑色が地上スキャナー、青がマルチソナーで作った天群の、ガチンコのデータですね。で見ていただきたいのは、橋とか横方向に10段の断面を切ります。で接合がどうなってるのかっていうところをちょっと見ていただきたい、動いた、で、ですね、まずですね、橋をですね、10段方向に切ります。で下に断面が切ります。下の断面切ると、上の表面面は UAV、 橋の側面からは地上で、青部分がマルチ、なかなかちょっと青が表現しにくい色で申し訳なかったんですけれど、接合部ですね、合ってきます。当たり前の話なんですけどね、だってどんな機械で測っても地上部は変わらないでしょ。で今度横断ですね、横断部で切ってもらうと、原動の横にですね、壁がコンクリートの複雑系ですけれど、それがあったんですけど、それも、UAV グリーンレーザーの天群データ、地上部だけの天群データと比べると何も遜色ない状態でつながってる。これ面白いですよね。橋の真ん中の橋台のところ、マルチと地上スキャナーも普通に、当たり前ですけれど、一つの構造化されている、そういうような状態が見えていただけるという感じですね。これが私どもが当たり前の形を提供しているだけの話なんですけど、いろいろな技術使って
あの3次元作りませんかっていうことの、ご提供ですね、よいしょ、あれでですね、あの2番目のお話しさせていただきます。 あくまで、僕らベタベタにですね測ってる側なんで、天群データの利活用という点でですね、特にここに緊急時の計測っていうことを書きましたけれど、まあ緊急時はですね、そのまま災害って呼んでいただければいいと思います。災害時の計測にですね、地べた張ってやってる側の人間から見るとどうなのかなっていうことのご提供です。でですね、要は災害なんかがポピュラーで本当に即時性が必要な状況に対するですねものに関しては、使えるものを早く提供するっていうのが求められてるものですよね。でそれに対して何がしたいの、何が欲しいのっていうのが何ですか、問題定義になります。で問題定義の前にですね、ちょっと初心に帰って3つだけというお話を、させていただければということで、ここに書きました技能と技術、測定と観測、計測と測量ということですけど、明確に説明できます違いで僕もあえてちょっと調べてみました。技能は人の行為の能力で、技術はやり方、方法、手段だそうです。で測定と観測の違いっていうのは、測定はある量の大きさを装置を用いて単位設定して測ること、観測は自然現象の推移を、変化を観測測定することだそうです。次、計測ですね。計測は機械を使って数量値を導き出すこと、測量は地球表面上の地位を極めるための技術だそうです。ですから、実際にはこの言葉っていうのは似てちょっと深いよっていうふうに感じていただけたら、で測量技術者として測量できてますか、やってることがもしかして測定になってませんかとかいう話です。さて初心に帰って2つ目、どこで測ってるのかってことで、測量に特化した話で言えば、測量は地球の上で測ってます。で地球っていうのはですね、定義づけると測量学的には WGS84 回転楕円体系の ITR94 座標系の日本に関しては日本の平面直角座標って19系に分けて測っていますだそうですということで、測量と一言と言っても、なんかややこしいなって感じですよね。で地球の正体なんですけど、これ水抜いた形だそうです。水を抜くとバカでかいジャガイモですただこのジャガイモが厄介なのは、極めて大きくてなんと重力を持ったジャガイモだということですね。ということで、何測ってるのか、あくまで測量ですよ。先ほど言いました計測ではないので、測量に関しては何を測ってるのかっていうことは、初心に帰っての2つ目のテーマです。3つ目、そもそも3次元測量の特性、UAV のグリーンレーザーの特化でちょっと考えていただいてもいいんですけれど、面を測定してます。今までの測量はですね、例えばレベルで観測してる、トータルセッションで観測してる、ポイント観測してたんですよね。なんですけど3次元の計測になってから、ドーンと面を測るようになってきたということ、それとUAV の計測、現地見てないんですよ。こっから操縦します。おっとっとっと、500m先、今まではですね、曲がりなりにも測量が現場入ってたんですよ。ですからどういう形状化してるかとか、どういう表現をしなくちゃいけないかっていうのは人間の目で見てたんでできたんですけれど、現地見ずに平面図できるんですよ。怖くないですか。ということはやっぱりそれがどういう表現に表現、どういう形で地球の上でどういうふうに表現するのかっていうことは、この中の2つ目のテーマって重いですよね。あと3つ目、動きながら観測してますということで、動きながら観測するっていうのは昔から航空測量であったんですよ。なんですけど地上測量屋っていうのは全部三脚を置いて測ってました。ですから
誤作要因が動くことによって増えてきたんですね。でそういうような3つの特性が3次元測量には存在してて、測量そのものには変革しているっていうことに、うん、気づいてますっていうような。ではですね、あのアピオ技研仕事をあの受けます。あのアピオ技研のテリトリーはですね、あと今北海道と沖縄には行ってないのかな、あの愛知県の会社なんですけど、愛知県から、僕の知る限りでは北は、仙台で、南は鹿児島ぐらいまで行ってんのかな、うん、あの正直言って呼ばれたらどこでも行きますという中で、あの特にあのその特化した部分でそこでやらせていただいているので、いろいろ相談があるんですけど、こんなような、うん、ご相談が多いです。あの3次元だから早くできるよねって言われます。うん、あの早くできます。でもごめんなさい、早くやるからにはそれなりの費用もいりますっていう話になるんですけれど、うん、あとですね、あの次のからのテーマになるんですけど、あの詳細設計で使う平面が欲しいのをですね、ドローンだけでやってくれとか、うん、とかマルチと UAV と UAV のグリッドですね、グリ持ってるもんですから、うん、どちらの方が安くやれる、安くやれる方でやりますって言われますけど、ごめんなさい、技法が違うんですって話になります。うん、あと一番最後、あの近準点水準点というのがないのに明日から入れるっていう話になることがあります。うん、であのそのいわゆる計測技術としてそのパンの状態だけを測るっていうことだったらそれもできますので全然いいんですけれど、じゃあそれが土木事業として前後に出来上がった道路があるけどつなげたいとかそういう話になった時に、やっぱり同じ座標系軸だとかね、あの座標軸はまだいいと思いませんけど、あの設計やってみる方、同じ高さじゃないと困りますよねって、水が逆に流れちゃうじゃんっていう話になるので、やっぱりそんなようなことのご相談がいきなり来ないような、ちょっとんちょっと待ってくださいっていうような相談が来る例がまあまああります。で、次にですね、あの公共測量の内容の話でちょっと話にしますけれど、公共測量にはですね、第14条にですね、あの機械のチェックしてからやってくださいねっていうふうに書かれてます。でそれはですね、あの作業期間は、あくまで作業期間、計画期間が指定するって書いてます。だから発注する側が教えていただければなければいけないんですけれどですけれど、あの UAV グリーンですね、それから使用するのはまだいいんですけれど、あのマルチ素材も含めてですね、あの計画、あの検定する正規の期間というのは僕の知る限りはではまだないです。でもあのいわゆるレベルやトータルセーションと同じレベルで帳票くださいねって言われるときに、あのアピオ技研の対応としてはこれちょっと見にくいですけど、あの自社で社内検定っていうのを作ってます。次にですね、過剰な高精度ということで、この枠にですね、一例と書きましたけど、あの特記証書の内容で点密度400点、精度は XYZ 成分で5センチ、水の中抜くんですけど欠損率で 15% で、これあのそこでやってみる方だと普通じゃんっていう数字なんですね。で、あの正直言ってあの別に鼻と赤だかで言うつもりはないんですけど、公共測量作業規定に書いてあるぐらいのスペックはアピオ技研普通にやりますっていうか、おそらくやってる会社はみんなやれてると思います。うん、なんですけれど、これがですね、平面図が欲しいんですよって言われたときに、このスペックいるの？平面図の精度は次の作標のところで水平値で25センチぐらい、これ森さん単位が違うよっておそらく言われると思います。うん、考えてる基準が違うんですよって言われますけど、端的に数字で比べてしまうと平面図の精度が25センチでいいですよって面々とやってきたものが3次元測量になっとったってなんで5センチなんですかって、うん、という、これはちょっとあの過剰じゃないんですけど、できるけど過剰だとじゃないですかっていうお話です。で点密度のお話でちょっと一例持ってきました。あの実際にやった例なんですけど、平面図の縮尺250分の1、これ2万平米ですけど、現地測量やってください。これはあのレーザーの話じゃなかったんですけれど、でやりました。
うち RTK ジュニアスがメインですもんで、 RTK ジュニアス2班編成で入って賞味、3日かからんかったぐらいかな、うん、でやったんですけれど、250の生徒なんで、配点ピッチが5点ぐらいに1点は計測してる。まあまあ、 平面図構成することが分かってる会社だと結構密だよねというやつでも、観測点は1400点でした。で、それをもし、これも単純比較はできないんですけど、2万平米を400点でやってるって80万点取るのっていうこと。それでもし欲しいものが、平面図だとしたら、うん、と首をかしげてしまう。ただこれに関しては、作業を行う前の経過期間がなかなか苦しいと思いますね、うん、先に手法を決めなくちゃいけないので、うん、だから先にグリーンで測るかマルチで測るか、テリトリー分けは推進も分からんのにテリトリーを切って何万平米何万平米で出さなくちゃいけないっていう、これ計画側の大変さがあると思います、うん、でこれの状況って僕一遍経験してるんですけれど、GPS が出た時にですね、基準点やるのに GPS の単価とトータルステーションの単価っていうのがあったんですよ、うん、でもう最初の段階で GPS やるって決めたところはトータルステーションでやった方が高精度で効率がいいのに変えるってことができなかった。まあ逆回りなんですけど、うん、ですからやっぱりその、まあ、僕が当然決めれることじゃないんですけど、単価設定の制定っていうのはなかなかちょっとね、うん、で、ああ言っちゃいました、でごめんなさい次のページに行っちゃったんで、だから測量屋が作業所を決めれるようになるといいかなっていう一つの提案ですね、うん、で今までやつを含めて作業制約で起こった例というのをですね一つご紹介します。くるくる回転しているのは水の中を堤防とともに測るという仕事で、ズバリ災害復興です。実はここには書いてないですけど、もう皆さんご存知の石川です。石川でですね、海岸がもう船が岸壁がつけないようで壊れちゃってて、なおかつ新聞に載ってますので皆さん結構来てね、4メーターも隆起したみたいな話なんですけど、石川自体がやっぱり水の中結構4メーターまでいかなくても隆起してるということで、海岸の中がですね隆起を起こしちゃって大型船が入れない、だから浚渫度量と海岸の修復を一気にやる、なぜかデータ提供をしてください。作業面積10万平米で、その時に水深が1メーターだったんですよ。でご依頼内容がマルチソナーでやってくださいって言った。なので水深1メーターでしたらおそらく間違いなく抜けるので UAV グリーンレーザーの方が早くて正確ですって提案したんですけれど、グリーンレーザーでやったデータがなかなか来ないんだよね、だからちょっとグリーンレーザーでやるのはちょっとやめてもらえないっていうようなことをちょっと行政から言われてしまったみたいです。うん、でですね、でアピョーギ県の自慢話になってしまうと思って聞いていただいていいんですけれど、うん、どうやってやったか、マルチのご依頼でしたので前乗りして石川入りました。で朝一からやり始めてマルチ3人でやり始めたんですけど、水深1メーターなんていうか計測単位でいったらもう3メーターと5メーターに一発測っていかなくちゃいけない、それを300メーター繰り返してやるっていう状態になっているので、マルチ班がですねやれるけど時間かかりすぎるからって言って値を上げたんですね、うん、値を上げたっていう言い方するとマルチ班に失礼かな、うちの会社の人間に怒られちゃいますなんですけれど、たまたま石川の下で富山で飛ばしてたんです、実はグリーン班が。ですからマルチ班がですねグリーン班に石川まで登ってきてくれっていう話をして、グリーン班は午前中富山の現場上げた後に石川まで測っていって午後グリーン飛ばしました。グリーンで飛ばすと300メーター四方ぐらいのフライトは1回です。ですから1回だから15分とか30分ぐらいで終わってしまうんですけど、実際で飛ばしました。でそれをですねクラウドアップして、石川からうち愛知県なんですけど、愛知県まあ仲介としてアミューズの方にデータ流して
データ集積して天群の形成を最初からやり始めて、それが2日目、3日目の朝にはもうお客さん側に天群 の, あのポイントデータクリーニングした形でデータを渡してました。でこれ遅くないですよねでそこにやっぱり手法はやっぱりなんて言うんですか、こういう言い方すると怒られちゃいそうですけど、そこは信用してくれよって話なんですけど、測る方法も含めて選択させてくれ、そしてもしかするとグリーンってデータ来るの遅いんですよねって言われた、どこの会社がやってるのか知らないんですけど、うん、そこの会社さんはもしかすると点密度400点、精度が5センチみたいなやつにもし縛られてリリースするのが遅くなってたかとしたら、それってもったいなくないですというお話です。で計測手法が業務目的になってないですか。もっと言えば UAV で測るということを天群にするっていうことが事業計画になってないですか。あ、大盤ブロボになりましたけど、なんかそんなようなところがちょっと最近気になるところです。で元に戻ります。で結局何がしたいの、何が欲しいの、その事業目的に合わせた内容を提供できるようになったのが三次元測量です、うん、ということで、かなり最後すいません重たい話をしてしまいましたので、最後に測量のアピールをして終わりたいと思います。測量の未来は輝かしいです、明るいですということですね。ここでですね出てるのが真ん中が黒部第4トンネル、左隅はリニアの品川工区ってすごいことやってるんですけど、明石海峡大橋、青函トンネル、東海北陸で、その後に そこで、まあ、そこで生み出されたっていうとちょっとオーバートークになるんですけれど、の要はですね、例えば黒部の第4のトンネル施工ですね、破砕帯に当たったって話、土木やってみる方なら結構みんな知ってるんですけれど、破砕帯に当たった段階でその時の土木会社がマニュアルとか規定にないからって言って諦めてしまったら黒部ダムできてませんでしたよね。その時にここにはグラウチング薬液注入工法って難しいことやね、要は横方向にボーリングしてセメントモルタを突っ込んで、で破砕帯を固めて掘っていくっていう方法を、まあ前からあったのかもしれませんけど黒部が一番生み出したんです。で土木の歴史っていうのは現場で起こったことの困難をそこから解決してマニュアルを作っていくっていう歴史なんです。土木屋ですから、だからそういうようなところのプライドがすごくあって申し訳ないんですけど、で測量もここにある機材見てください、できるようになります。自分で、公共測量作業機で作りましょう。あ、森さんかっこいいっていう声を待ってたんですけど言ってもらえませんでしたね。ということで、今日のセミナー終わらせていただきました。ありがとうございました。森様ありがとうございました。ではどうぞご講談ください。